フィギュアスケート、羽生結弦選手が、昨年12月26日から28日にかけて開催された全日本選手権で優勝し、見事に大会3連覇を達成した。11月の中国杯では試合前の公式練習で他の選手と激突し、頭部と顎から流血をするほどの怪我を負った。 一時は出場も危ぶまれた12月のグランプリファイナルでは、怪我の影響を感じさせない288、16という高得点をマークして V に、そして、そのわずか2週間後の全日本選手権でも表彰台の頂上に立った27日のフリーでは、冒頭の4回転サルコーこそ転倒したものの、 続く四回転トゥーループは華麗に決めてみせる。演技後半には、トリプルアクセルからのコンビネーションジャンプを二度も成功させるなど、着実に得点を伸ばしての栄冠を手にした。しかも、同大会後に、尿膜肝依残症を患っていたことが判明。最近は、中国杯の怪我とは別の痛みを伴いながらの、 戦いを強いられていたが、それでも結果を残した格好だ。羽生譲弦選手を優勝に導いた三つの要素名実ともに、日本の絶対エースとなっているソチゴリン金メダリストは、なぜ全日本選手権で優勝できたのだろうか。四大陸選手権4位などの成績を収め、現在は、 関西大学を拠点にコーチとして活動する元フィギュアスケート選手の沢田明さんは、羽生結弦選手には3つの勝因があったと見る。ジャンプ時の工夫まず、ジャンプ時の工夫が得点を大きく伸ばした要素の一つではないかと指摘する。羽生結弦選手はもともと、ジャンプなどのエレメンツ一つ一つ,つの質が良く、 出来栄えを評価する声でも加点がよくついています。全日本選手権では、ジャンプ着表示の流れや、空中姿勢での工夫、手を挙げてのジャンプもあり、より加点がつきやすいものになっていました。得点を伸ばすためのプログラムさらに、得意のジャンプを最大限に活かすためのプログラムも走行したという、 ショートプログラムでは基礎点が11倍となる演技後半にジャンプを2本入れフリーでは演技後半にジャンプコンビネーションを3本入れていました戦略面での作戦が見事にはまり羽生譲弦選手に有利に作用したなという印象です羽生譲弦選手のフリーの技術点は 加点のない状態、ベースバリューで90、12点と、その次にベースバリューが高い宇野昌磨選手、79、37を10点以上も上回っている。なおかつ、基礎点が高くなる演技後半にトリプルアクセルを2本入れるなど、自身の武器であるジャンプがより大きな得点源になるように立てた。 演技構成を、沢田さんは高く評価している。精神力そして最後に、強いメンタル面が、羽生譲る選手を支えたと見ている。全日本選手権は、3月の世界選手権など、シーズン後半の大会の選考会も兼ねているため、独特の緊張感が漂っています。ただ、 ハニュー選手は終始リラックスしているように見受けられました。もちろん、集中すべきところでは集中し、緊張感を高めていましたが、不安な気持ちなどは見えませんでした。むしろ、練習してきたことに自信を持ってこの大会に臨んでいるのかなと感じました。 そんなアンドクワット絶対王者アンドクワットは、昨年12月30日に尿膜肝依存症の手術を受け、1ヶ月は安静が必要とされている。そのため、3月に中国、上海で開催される世界選手権への出場が微妙なところではある。ただ、 出場できれば2013から2014シーズン同様。全日本選手権とグランプリファイナル。世界選手権の3冠も現実味を帯びてくる。羽生譲選手がどのような決断を下すのか。ファンは要注目だろう。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。熱戦が繰り広げられるピョンチャンオリンピック。16日からはついにフィギュアスケート男子シングルが始まる。フィギュアスケートをテレビで観戦しているとよく耳にする表現力。この表現力とは一体何かどのように採点に結びついているのかそして、選手は どう向き合っているのか。スケーターたちのプログラムをより深く味わうために、表現力の本質を読み解いていきたい。文イコール沢田聡子、表現力の評価の基本は、滑りにある、ピョンチャンオリンピックの金メダル候補。エフゲニア・メドベでは、ロシアの間の凄さは、会場で実際にその滑りを見るとよくわかる。 滑りが力強く、速く、1蹴りでどこまでも伸びていく。リンクをいっぱいに使うその滑りを見ると、フィギュアスケートの基本は、滑ることにあるのだと納得がいく。同じ芸術スポーツのシンクロナイズドスイミングでも、ロシアは圧倒的な強さを長年維持しているが、テレビで解説者が、 その演技中によく言う言葉がある。画面ではわかりにくいかもしれませんが、とてもよく進んでいます。進んでいるのはつまり、泳ぎそのものに推進力があり、泳力が優れているからだ。メドベデワの滑りを見ていると、そのことを思い出す。芸術スポーツであっても、スポーツである限り、 その基本はあくまでも泳ぎ、また滑りそのものの質にある。そう考えると、フィギュアスケートの表現力も、その評価の基本にあるのは、滑りであることがわかる。音楽そのものや音楽が表す物語を、滑りで表現する力を評価するのだ。2002年、ソルトレイクシティ五輪の後に導入された、 フィギュアスケートの現在の採点システムは、その点において優れた方法だと言える。5つの評価項目で構成される現行の表現力採点システム技術点と演技構成点で評価する現在の採点システムは、2002年、ソルトレイクシティ五輪で起こったジャッジの不正疑惑が発端となり、 グランプリシリーズでは2003から04シーズンからチャンピオンシップでは2004から05シーズンから導入された選手たちは採点表で上に表示される技術点を上の点数下に表示される演技構成点を下の点数と言ったりするそれまでの旧採点システムでは 技術点と芸術点のそれぞれを審判が6点満点で採点する方式で、技術点及び芸術点の採点基準は細かく定められていなかった。そのため、ジャンプの成功、失敗などが影響する技術点に比べ、特に芸術点の基準はわかりにくかったと言える。現行の採点システムにおける、 演技構成点は、難しいジャンプスピンステップなどを行っているか、どうかには関係なく、プログラム全体の構成について評価するものだ。評価する項目には5つある。1スケーティングスキル、スケーティングの技術2トランジション、技と技のつなぎの動作3パフォーマンス、演技力とプログラムの完成度4コンポジション、振り付け。 構成後インンターープリテーション of the music 音楽との調和と解釈。アイスダンスのみ、タイミングも、評価項目特に1と2の項目に注目すると、単に芸術点として点数をつけた旧採点システムよりも、プログラム構成要素を評価する現行の採点システムは、表現力に加え、 スケーティングを見る傾向が強いと言えるだろう。つまり、現在はフィギュアスケートの採点において表現力とスケーティングは切っても切り離せない関係にあり、スケーティング技術が高ければ高いほど表現の幅も広がるということだ。採点方法が変わった直接のきっかけは不正疑惑だったが、結果としては、 旧採点システムでは曖昧だった芸術面での評価の基準が滑りを重視する方向で定められたとも言える前述したシンクロナイズドスイミングでの栄力の場合と同様にフィギュアスケートのスケーティングの質もテレビの画面ではわかりにくいが会場で見ると一目瞭然だ試合が進み 後半グループのスケーターになるにつれ滑りが伸びやかになり、リンク全体を使った演技になる。滑りのスピードさえあれば、ある程度は見応えのある演技になると言ってもいい。よく滑るということは、プログラムの見栄えという点でもとても大切な要素なのだ。一方テレビで観戦している場合、 スケーターの表情や所作などが細かいところまでよくわかる。スケーターは主にジャッジに向かって表現するので、リンクに近いところにいるジャッジはそれをダイレクトに受け止めているはずだ。フィギュアスケートをよく知るほど足元のスケーティングを見るようになるし、そこが一番重要なのだが、全身で演技している以上は上半身も大切なのは、 間違いない。特にエモーショナルな動きは上半身によるものが多い。深いエッジに乗って滑りながら、表情や指先まで音楽と一体化した演技を堪能することこそ、フィギュアスケートの醍醐味ではないだろうか。評価の妥当性は、羽生譲る、小塚の思う表現力とは表現力の評価となると、 どうしてても持ち上ががってくるののの点数の妥当性の問題だ芸術性に点数をつけることはとても難しく審判にも好みがあり主観がああり主観るそれでも一定の基準を設けるために前述したいつつの要素を定めているのだが誰もが100%納得する演技構成点をつけることは不可能に近いかもしれない。 ただだからといって、極端な例として好みも主観もない人工知能が採点したらいいのかといえば、それは違うだろう。2016年に現役を引退した小塚隆彦さんは、その約1年前に興味深い話をしていた。美しいという気持ちって、人間が見て感じて思うこと。 それによって点数が出るというのは一番大事なところ。人から見られる競技だと思うので、ジャッジやファンとの気持ちの交流というのは一番大事にしなきゃいけないところなんじゃないかなって少しずつ感じ始めています。今まではジャンプを飛んだら下の点数も出るというふうに思っていたんですけど、 それだけじゃない。このジャッジングシステムは客観的って言われていますけど、やっぱりジャッジも人間なので気持ちが入ってくるし、観客もこの演技がいいと思ったらスタンディングオベーションして応援もしてくれる。それによってジャッジの人たちも心を動かされるし、そういうところが点数にも反映されてくる。それは、 フィギュアスケートのグレーな部分でもありますが残していかなきゃいけない大事な競技性だと思うんですよね当時の小塚さんは怪我に悩まされながらも表現力を発揮し始めていたもともと抜群にスケーティングが上手いスケーターではあったが競技生活の前半は演技を見ていて日本男児らしくシャイな部分が感じられることが多かった しかし、それが少しずつ変わっていく。苦しいシーズンを送っていた2014年全日本選手権フリーで、気持ちのこもった滑りを見せて力強くガッツポーズし、満場の喝采を浴びていた姿は忘れられない。エモーショナルであること、感情をジャッジや観客と分かち合うことの大切さを、 そのあたりから小塚さんは身をもって感じるようになったように思われる。昨季の羽生譲るは観客とコネクトしようと試みていた。音楽を体で表現することには天性の才能がある羽生譲るだが意識を外に向けるのは得意ではないという意味のことを語っていたことがある。ストイックなほど目を目指していく羽生譲るが 持ち前のスター性を発揮して観客をあおる作機のショート、レッツゴークレイジーは、けうなプログラムだった。羽生結弦は、練習中も観客へのアピールを意識して、レッツゴークレイジーを滑っていたとも話している。コネクトはフィギュアスケートの表現の中で欠かせない要素だと感じていたからこそ。羽生結弦は、 レッツゴークレイジーを滑ったのではないだろうか。コネクトを意識しながら滑った NHK 杯終了後。羽生結弦はその結果として得た手応えを語っている。本当にスケートをしていて楽しかったですし、試合でなかなか今まで会場全体に行き届いた表現、目線を意識しきれなかったのですが、そういう意味で、 自分の中での大きな財産になったと思います。ピョンチャンオリンピックが始まった。名演技は、監修がいないところでは決して生まれない。4年に一度の日の木舞台を踏むスケーターを見守る観客も、彼らのプログラムを完成させる大切な要素なのだ。表現力は、 伝えたいという一種が生む力であることを思いながらスケーターたちを見守りたい次のオーディオビデオでお会いしましょう。